ご機嫌クッキングのコーナーです。今日の先生をご紹介します。うさぎボタニカの福士先生です。よろしくお願いします。お願いします。今日教えていただくのはこちらのお料理です。金曜日はお菓子を作ろう、ティラミスを作ります。それでは先生お願いします。はい、お願いします。お願いします。まずですね、準備していきます。まずシロップですね。こちらインスタントコーヒーを使ってグラニュー糖、お砂糖とお水合わせて火にかけて沸かしてシロップを作っておいてください。で、冷ましてあります。はい。で、次にクリームですね。こちらもちょっと一緒に混ざっているんですけれども、少し泡立てた生クリームとマスカルポーネチーズですね、こちらをこんな感じで、はい、とろみがつくような感じで合わせておきます。このチーズが今日の主役ですね。はい。あとは生クリームの次、卵ですね。じゃあ卵なんですけれども、最初に卵黄とお砂糖、あとお水、これお水をなしでやると少しこう固くて温めにくいので、少しだけ入れてあげてください。こちらを今小色のような状態なんですけれども、これを湯煎にかけて少し厚めに温めて、こう卵黄に少し火を通しておきます。で、火から下ろして泡立てるとこのような感じで少しこう白っぽく、はい、なってきますので、やっぱり卵をちょっと火を入れないと夏場怖いので、本場のティラミスは生の卵黄で作ったりするんですけれども、やっぱりちょっと怖いのでね、少し火を入れておきましょう。なるほど。はい。で、こちらにゼラチンですね。はい。いろんなタイプのゼラチンあるんですけれども、使い方読んでいただいて、ふやかしたゼラチンとリキュール、今日はラム酒なんですけれども、ラム酒、お子様いる場合はね、なしでも大丈夫です。ラム酒とか、あとイタリアのお酒マルサラとか入れてもらうと少し雰囲気が、はい、近づきますので、で、湯煎でこれも合わせて溶かしておきます。で、こちらを合わせていきますね。マルサラ、はい、初めて聞きました。マルサラ、はい、結構入れるだけでちょっとこう優しい味なので、インパクトはないんですけど、イタリアっぽい雰囲気には、はい、近づきますので、はい、そういうのでも変わるんですね。はい、こちらはじゃあ卵黄の方に私は作れません入れていきます。はい、こちら入れて、で、あとはこう混ぜておきますね。はい、泡立てた卵黄と今ゼラチンとラム酒が混ざりました。で、こちらと先ほど作ったチーズのクリームですね、で、合わせていきます。これどちらをどちらに入れていただいても大丈夫なんですけれども、ちょっと待ってください、今日は卵黄をこちらに入れていきますね。1回で合わせてしまっても大丈夫です。夏休み中のお子さんとかと、ね、一緒に作ると楽しいでしょうね。はい、で、はい、そんなに火を使わないので、少し湯煎で、ね、温めるところだけ大人の方と一緒に混ぜる工程は、ね、そんなに難しくないので、夏休みの宿題とかにいいですね。作りましたって、はい、いかがでしょうか。で、こちらでティラミスのクリーム自体はこちらで完成になります。はい。で、今日はこちら使うんですけれども、市販のビスケットですねとシロップです。で、こちらグラスですね。で、このシロップにこのビスケットを浸していきます。ほう。はい。で、本来は焼いたちょっと固めのスポンジのようなものとか使っていくんですけれども、なかなか売ってないし、作るのもね今大変なので、こういう感じでつけたものを入れていきます。で、一番下だけ少し狭くなっているので砕きましたけれども、で、ここに今作ったクリームを少しこう流していきます。わ、なるほど。はい。これを繰り返します。あ、何層にも。そうですね、一つにだいたいビスケット3枚使います。はい。で、こんな感じでつけたものをもう一度入れます。で、これで2回目なので、これをあと1回繰り返して上まで、はい、注いでいただくと、注いで冷やしていただくとこのような感じに一番上まで来ますの で、冷蔵庫でできれば長めに冷やしてもらうと、本当は一晩ぐらい冷やしていただくとそのビスケットとクリームが馴染んで、はい、美味しくなります。で、冷やし固めたものに最後
ココアですねを振っていただいて、いいですね、はい、でこちらで完成になります。はい、はい、完成しました。それでは材料見ていきましょう。材料は卵黄2個、グラニュー糖 50g、 水大さじ1、ゼラチン 2g、 ラム酒などリキュール 10g、 マスカルポーネチーズ、生クリームそれぞれ 100g、 市販のビスケット12枚、ココアパウダー適量、シロップはインスタントコーヒー 5g、 そしてグラニュー糖 25g、 さらに水 75g をご用意ください。材料レシピはホームページまたはテレリンクに掲載しています。なお今日のクッキングの内容は放送終了後情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。さあそれではいただきましょう。はい、ね、何層にもなっているということでちょっと見ていきますか。どんな感じなのかしら。きます。モニターなの手元で、はい、どうでしょう。あ、中の方がどうだろう上の部分だけだったんじゃないの。こっちの方が分かるかなあ、いいですね。何層にもなっているのか分かりますね。あ、本当だ。いや、さっきのビスケットがちょっとしっとりしてる。はい、いただきます。おいしい。おいしい。あ、このクッキーはしっとりしてます ね。そうですね、水分はやっぱり徐々にこう含んでいくので、あの硬いビスケットではなく、うん、ちょっとスポンジに近くはなってきますので、うん、まずこのココアのちょっとした甘み、はい、苦みっていうのが来て、その後にマスカルポーネチーズの旨味が来て、うんうんうん、僕大好きです。これコーヒー欲しくなりますねそうですね、今だとアイスコーヒーとかぴったりかと思います。うん、ビスケットに染み込ませたそのシロップが、はい、ほのかな苦味を出してくれてるってことですか。はい、コーヒー味が、はい、本来ならねエスプレッソとかで作るんですけれども、はい、なかなかご家庭でねエスプレッソ用意できないので、うん、簡単にインスタントコーヒーで、はい、すごい再現されてる。びっくりしました。甘さと苦さと絶妙なバランスで、これずっと食べてたいです。美味しいです。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは来週月曜日のメニューです、はい、テーマはきゅうりでもう一品ということで、肉味噌きゅうりを作ります。材料はきゅうり、トマト、豚粗挽き肉をご用意ください。今日のご機嫌クッキングは福士先生でした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。